選手としては19年よくないですよ。足は速い、肩強い、それでコントロールいい。また喧嘩したドローンズ、うん、じゃあ今日は平野健さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりだな。もうかなり久しぶりでねかなりこれ元気でいろいろやってたね。はい、ありがとうございます、ね、いやもうね、昨日ね改めて健ちゃんのこれ、先週からずっとやってきたのを見てきたらいろんなことやってたね俺びっくりした。選手としては19年やったの。そうです。19年やったよね、はい、で1軍が16年。そうです。そうだね。だから最初の3年は2軍やったよね、はい、そうです。だってピッチャーですもん。ノーコンピッチャーでな。いやノーコンじゃないですよ。そうなの。ストライク入ったけどボールは遅いからだから。遅かったんかな。遅いのにまっすぐがなおかつ遅いパームを投げてホームラン打たれるっていうね。あ、そうか。バッティングピッチャーやってて印象に残ってるのストライクあんま入らんバッティングピッチャーやなっていう。 あれは1軍の選手に投げるときは、うん、プレッシャーか。すっげえプレッシャーか。本当もう一番最初考えられない一番最初、うん、串間じゃないあれどこだ掛川だ。掛川掛川のキャンプ懐かしいな。掛川懐かしいでしょ。1年だけですよねあれ。掛川1年。その前浜松があったけど、ね、でその時に、うん、だったんですよ僕。そうで掛川の時バッティングピッチャー投げた時に、はい、最初正岡さんだったんですよ。あ、ちょっと気遣う人だね。で、あの方の性格も知らないでしょ知らないでね。で、ボールになった時に、うんちょっとかわされたんですよもうその瞬間に2人がちょっと一歩すげえな。もう全然入んない。そういうことだね、はい、そうか。だからもうあれも入った、まあ、平野健がピッチャーをしてたっていうのをご存知の方の方が少ないと思うんですけど、実はピッチャーもやってたまあピッチャーをやってたんだよね。そうです。ピッチャーで一応入った。だからドラゴンズにはピッチャーで入った。はい。トウさんは？僕はもう外野で入った。あ、そうですか。学生の時の成績を見ると俺の方がいいね、うんピッチャー、うん、だってジャパンのピッチャーだから。それはもうそれ言われるとねそれあのね名古屋はね、うん、そういうなんか公の場にね、うん、出させてもらえなかったんです名古屋って案外。そうか。言い訳じゃないですけど、はい、でもそのリーグでは優勝したり、まあ一応は ね一応大活躍した年もあるみたいで、今年もというね、うん、ありがとうございます。そうでしょ。これがシビアなところでね。タカさんのシビアなところでね進まないっていうところがいいんだよねそれで結局まあドラゴンズあの時呼んでたらね、最初はなんか指名じゃなくてドラフト外で入った。そうですよ。だよね、はい、だから指名も何もないですよ。だってもうドラフト外の候補にも入ってなかったんですよ最初はね、はい、でなんかドラフト指名された人たちが何人か拒否さして。そうですそうです。3人ぐらい、はい、それで結局あこれじゃいかんっていうことで、はい、また新たにまあドラフト外で指名したっていう。そういうことですね。そんな年だったのかね、まあ、全く僕印象に残ってなくて、1位が藤沢公也です。公也さん、はい、うん、で新人になりましたね。1年間遅れたでしょ。1年遅れてね、はい、あだから2位の小松達夫達夫で、あと、うん、何位か忘れたけど石井秋夫と秋田いましたね、うん、明治からね、はい、はい、3人だったんです入ったの。そうか3人ですよ。それで結局急遽地元から一人とかが新聞に行って、で、なんか音はしてますけど、新聞に載って、はい、で、犬山高校の先生が電話してくれたんですよ。ほんと？はい。そう。だから売り込みですよ、僕の場合。売り込んでね。はい、でもね、俺とね、ケンちゃんと似てるなと思ったのは、高校はどちらかというと無名校。はい。ね？はい。それで大学に行って、ピッチャーと野手と、まあ、二刀流。これも一緒なんだよね。一緒ですね。まあそういうところで似てるなっていう ね、 そうですね似てるのよ、はい、でまあ僕はもう肩を本当にスライディングで痛めたんでもうピッチャーは諦めて野手でっていうことで入ったんだけど、はい、平野の場合は最初はピッチャーで入った、はい、それでまあ3年間か結果があんまり出なくて。でも実質ピッチャーをやったのは1年と2年目の春までなんですよ。あ、それからもう野手に転向っていう、はい、一応ヒロさんがそういうふうに言ってくれたの、ね、はい、いいとこ言ってくれたねえ、いやそういや思うよ今となってはね。今となってだってそのおかげで、うん、結局プロ野球選手だけで19年、
そうですね、やったわけだから、あのピッチャーやったらもうもうとっくにね、ここでタオさんと話すらしてないね。してないね。タオさんって呼ぶことはないね。いやいや、多分テレビ見ながらタオって僕は言います。そうや、もう呼び捨てだ。そういうね、そういう関係ですよ。もう無関係っていう関係ですよ。そうだよね。ね。そう。うん、で、まあ僕はだから平野はまあピッチャーのイメージもちょっとあるんだけど、その後のまあセンターのイメージがねめちゃくちゃ強い。もう外野になったらさすごかったもんね。足は速い、肩強い、それでコントロールいい。コントロール良かったですね。よかったね。ピッチャーの時のイメージが全くなくなった。そう、みんなに言われる。なんで外野のあの遠いとこからだといい球がいったのかな。不思議ですよね。だからアバウトでいいからっていう、要するに。あ、そう。これも気持ちの問題じゃないですかね。でもアバウトったってアバウトじゃないよ、あの。あ、まあ確かにね。コントロールは、うんうん。でもこれね、うん、きっかけ、一軍に上がったきっかけは、うん、あの、タオさんの声なんですよ。なんて言ったの、なんか言ったの。とね、違う、日生かなんかで、うん、オープン戦の時に、はい、僕一軍対等したじゃないですか、うん、でその時に、はい、タオさんが出なかったんですよ、そのゲーム。あ、そういう人多いなぁ。川出なかったのか、米も言ってたの、うん、出なかったのか、たまたま休んだのか分かんなくて、はい、当時センターやったじゃない、はい、タオさん。で、その時僕がセンター入って、で、星野センさんが投げてて、で、バックホームして僕アウトにしたんですよ。そう、そっからなんですよ。だってすごい捕殺数だったよね。ああ、まあ確かにね。ねえ、はい、なんか年間だけで20超えたぐらいのっとした。20超えて、うん、それライオンの時ですね。20超えて、うん、新記録になるかなと思ったら脱臼しちゃって、うん、あ、そう。で考えられないよ、でも20そのアウトにするなんて外野で、うん、かもしれないですね、うん、そこまでよくみんなトライさせたね。普通もう、うん、もう平野だともうストップっていうふうになっていくはずなのにね。やっぱりね、うん、ちょっと一歩遅らせて、あ、タイミングをずらしてね、こっちがね、あのアウトになる最終、まあ、そうゆとりのところで見て、はい、ランナーの足とちょっとこれだよ ね、 ね、相談しながら、あ、やっぱりあのトップクラスの連中はそうだよね。結構やりましたね。やっぱイチローなんかもちょっと遅らして、うん、それで補給して投げるっていうね、はい、そういうことやってたもんね。まあ、それやらないと、うん、走らないよね。もう絶対止まりますね。ああ、そうかそうか、そこは合わせて一応やってたのね。やってました、それは。で、結局野手として活躍しだしたのが81年から81年は、うん、結局あのあれ何スパイクス、チャーリー・スパイクスいたね。ね、うん、いた。あれはレフトで、うん、あの時タオさんセンターだよね、多分ね。いや、もうライトじゃないかな。あ、じゃああれ、コージーはどうだった？コージー。コージーセンターにいたね。コージーと、コージーとか。スパイクス一緒だったっけ？もうその辺覚えてないな。何年前なんですかね。全く覚えてないからね。でも、彼がいたことで、うん、僕は一軍で、うん、スパイクスの守備固めから入って、うん、だから僕最初レフトなんですよ。あ、最初レフトスタートね。はい。あ、で、そこから、うん、ゲーム出だして、82年ですよね。でその時に僕がセンターに行って、タオさんをライトに追いやって、そうか。でレフトに大島さんが入って、大島さん入ったね。不動のレフトライトの動かない不動だよ、もうもっと動かない。まだ大島さんより動いたろ。大島さんより動いたろ。全然大丈夫ですよね、うん、だからもう、だからあのボールが来る前にこの宇宙間のやつはお前って言ってね、まずもう言っててね、もうそうです。それで突っ込むときは後ろ来てくれよとか、そういうのを ね、はい、ね、しっかりやってね、はい、あ、そう。タオさんとは結構話したよね。やった、ゲーム中もう守りながらね、うん、いろんな話をしてね、はい、そうそう。大島さんはね、もともと来ないから話する必要ないんですよ。本当の不動の本当に両方もうだって、左中間取りに行って取ったらよく来たなって言いましたからね、あの人ね。もう珍しいなと思って。あの頃のね、ドラゴンズってさ、やってて面白かったよね。面白い。ずっとまあ野球界にいるけど、うん、あの年が、あの頃が一番面白い。もうね、やっぱりケイミンちゃんもそう？もうもちろん自分も一軍に上がった頃で、うん、精一杯一生懸命やったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、だけど、うん、ね、それこそタオさんでしょ、うん、僕からしたらですよ、タオ、うん、安志、大島康則、与沢健一ね、うん、名前すごい人ばっかりじゃないですか、それこそ星野選手とか ね、 ってってね。でそういう方たちが、大先輩が、僕が一軍でやることによって、声をかけてくれるじゃないですか。ね、そうか。それが嬉しくて、あ、そう、まずはそこが嬉しくて。そうか。だって有名人じゃないですか、みんな。いやいや、ほんとほんと。名古屋の。
あのね、タオさんもそこでやってたからわかんないだろうけど、うん、あのそういう風に見られてたから、ね、後から入ってく人間はやっぱりそういう風に見るんですよ。ああ、そういうことよね、うん、だって最初の頃って挨拶誰もしてもよかったんですよ。なんかよくそういう人いるんだよね、うん、一軍ね、例えばバッティングピッチャー行ってもさ、うん、あの挨拶した方がいいだろう、しないんだもん、誰もしない。なんかデーブも最初挨拶誰もしてくれなかったって言ったら、うん、セーブでも全然してくれない。やっぱそういうもんなんだね、うん、で活躍するとともにみんな仲良くなっていくっていうことだね。2年も個々の先輩だとかっていう人が急に出てきたりとかね。あ、そう。なんだ、あんまりあんまりわけわかんない。親戚だとかね。あ、そう。結構出てきましたよ。そうか。はい、で、結局、82年入賞するんだけど、うん、あの時も活躍したよね。2割9分台ぐらい打ったよね。2割8分8人かな。ね、打ってたよね。はい、あの頃、近藤貞夫さんが監督で、そうです。でも、1、2番、僕が1番、ケンちゃん平の2番でやっててさ、はいはい、もうあのエンドラウン自分らでやっていいよとかってやってくれたって、ね、話ありましたよね。やったよな、うん、なんかやったかやらないかちょっと覚えてない。俺は自分でサイン出したから覚えてるの。あ、そう、うん、あの一塁ベース上で、はい、でケンちゃんに、はい、エンドラン走るよっていうサインを出して、はい、それであの分かったらどこかあのアンサー、うん、バットの頭をこう持つとか、うん、ベルトちょっとやるとか、うん、なんかなべあのひさし持つとかなんかその時その時であのアンサーは書いたけど、でその時きっちりやるの。やりましたよね。きっちりやる。はあ、全然覚えてない。覚えてない。だから僕が出そうだったからよく覚えてる。はあ、うん、だから間違ってあのボール投げる時にやっぱり出しちゃいけないな。ああ、そうなんですよね、うん。そういうのを自分の中でやっぱ配球読まないと、ね。一選手なのにそういうとこも考えながらやってるわけよ。うん、うん、だからあの時ってなんか野球がすごい楽しくてね。面白かったですね。面白かったな。うんなんか一選手なんだけどなんか自分たちでゲームを作ってるようなね、うん、そういうものも感じることができたしね。あとなんか個性がみんなあったでしょ。ありすぎるよあったね。ありすぎたよね。いやだからあれが僕面白かったと思うのよ、あの応援してるファンの人たちでしょうね。思わない。だけど、うん、あのファンの人が見てる以上に個性あったよみんな。あ、以上にね、うん、まあそりゃそうだね。あのプレーでしか大体見てないからね。そうだって、うん、あのタオさんがさ、うん、あのシーズン終盤なのかな、うん、夏かな、うん、黒井さんと喧嘩してさあれ一人で外野走ってるわけよね。ずっと走っててさ、あれはある。俺タオさん何やってんだろうなと思ったらさ黒井さんに呼ばれて「あっお前今日一番だ」とか言って「はぁ?」とか言って、ね、どうしてですか。あ、ケンちゃん一番になったのあの時。タオ一番ですよ。そうか。ええー、お前なんかタオがお前出ないよとか言ってさ出ないだろ出さないよって言われたのだからもう俺はとことん出さんといてくださいって言ったんやそれをあの僕はライオンズでも僕ライオンズでも黒井さんと一緒だったでしょ、うん、僕俺もライオンズ。あ、そうか。そこに一緒だったんですよ、うん、で僕も同じことやりましたやったやりたくなるんだよなあの人。僕もずっと外野走ってでバッティングの順番で分かるじゃないですか。分かる。大体レギュラー一番最後だったんですよ。あ、じゃあ今日は出ないなっていうのは絶対出ないでしょ、うん、で絵だけしててで最後にこうまあちょこちょこっと打ったんかな、うん、したら言われてさ、おいって、お前今日ゲーム出るんだぞって言われて、出るんだぞって言われたの。そう、その時役だったんですよ、うん、でも、順番も最後ですし出ないでしょってバーッと走ってて、うん、で結局出なかったですよやってることは似てんですよ。似てんな。似てる。なんかこう、辿ってきたところがよく似てんのよ。似てんのよ本当に。で、まあ僕は、まあ選手会長でやってて、まあ代表と合わなくてで、結局トレードが出されるじゃん、うん、似てるよね。似てるな。合わなかったら相手は違うけどね。相手は違うけど相手は違うけど、ね、相手は違うけどね。でまあ結局そこであの時僕は3年続けて最多安打打ってた当時だからね、うん、82、83、84って3年続けて。だってみんなびっくりしたもん最多安打打ってたその次の1月にあのトレードっていう代表に言われてカチン来たけどなそれでまあ西武行く。だケイちゃんもその後俺をの後を続くようにまた西武に来るあれなんで西武行ったの。はい、あのまた喧嘩した。誰と。代表じゃないの。誰かと喧嘩したの。ドローンズ、うん、だから選手会長もやったろあの後。そうだからさ、うん、選手会長やれって高浜さんに言われてさ、ね、お前しかいないとか言われてさ、選手会長なんかやるもんじゃないな、ね、でなった瞬間に監督が千さんって来たわけですよ。星野さんか。ね。そうか、うん、で
うん、僕は星の一杯じゃなかったから、うん、こんなこと言っていいのかどうかわかんないけどさ、うんうんうん、ね、割とあの単独行動一匹狼的なね、まあ、俺もどっちかというとそうだからね、そうだよね、うん、で、あの、まあ、要するに星野さんのやり方に、うん、あもう最初からちょっと、まあ、ちょっと違うなっていうのは反発というか違和感はあったんだよね、あったんですよ、うん、それがやっぱり自分の中で良くないですよね、だからプロらしくないんですよまあね、うん、でそれがやっぱりちょっとプレーに出ちゃっていきなり石井の初め骨折しちゃって僕は、あ、そっか、はい、でファームにしばらくやってて、うんうん、でまあ一軍に戻ってきて、まあ、出たはいたんですけど、うんうん、またあったんですよ中で、何その ショートの後ろのフライをさ、うん、あのあお見合いしたっていうこと、お見合いなくて2人とも一応取りに行ったんですよ、あ取りに行って、でまああの勝が宇野が、うん、もう手挙げたから、うん、僕バックアップにこうやってもらったら、うん、あの時あのこれじゃないよ、これじゃないよあのね、うん、どっかね丸山球場がなんかちょっと地方の球場だったんですよ、うん、でワンアウト一塁で外が下がったんですよ、はい、だからもうなかなか追っかけても取れなくて、ああ追いつかなくてね、で結局落ちて、うん、まあピンチになった後に、うん、すぐ帰られたんですよ、あれは外野手だろって言われたんで、そう、うん、でもう終わった後のミーティングで、うん、あれはお前が取らないとダメだろって言われて、だけ言われて、はい、でもまあその帰られた時もうカチンと来てるからもうベンチ戻った時に何か言ってましたよ、一生懸命監督にもう怒られてんだけど、知らんこっち奥入ったんで僕じゃあ監督と会わなかったのかな、でもうそっからもうほとんど、うんうん、あのあもう戦力外みたいな感じでね、はい、あもうその辺はっきりしてる人だから、ね、はい、でもう最後の最後の最終戦ですよ、うん、はベストメンバー最初のベストメンバーでやっぱり臨んで使ってくれた、で使ってくれて、うん、ヒットも打って、うん、ホーム帰ってきたら、うん、あのあるコーチに、うん、あのとりあえず最後こういう形で終わってよかったなっていう、なんかえ最後っていう感じだったのね、そういう言われ方した、あではもう決まってたわけだっていうことになるでしょ、やっぱそうなるでしょ、そうだね、うん、でまあライオンズ最初はね、なんか関西の方の球団だったらしいんですよ、うん、候補がね、じゃあもう阪神かね、そうね、まあでも当時はだってさセリーグからセリーグってあんまりないじゃないか、やっぱりあの頃また何回とかあの日行った頃、何回もあったし近鉄もあったわね、近鉄阪急、そう阪急もあったじゃないですか、あそうそうね、うん、でだったらしいんですよ、これ噂ですから噂じゃないですけど、ね、うん、なんだけど奥さんが埼玉だよ、うん、奥さん埼玉だよね、で、まあ、ちょうど子供生まれるところで、うん、何かと埼玉の方がいいんじゃないかということで、うん、気を使ってくれたの、あの優しい球団じゃないの、誰が知らんそんなあるわけないでしょ、ないんか、偶然、まあ偶然というかちょっと、うん、お願いしたの、ちょっと裏でね、あお願いしてね、うん、どうせなら、まあ、どうせなら行くならね、うん、どっちかしてほしいと、はい、うん、でまああの西武の方から、あなるほど、話を持ってきてくれた、ね、よかったね、もう本当ありがたかったですよ、そうか、うん、それからまた西武で活躍するしの、まあまあね、ちょっとやっぱり意地でしたね、どうか、うん、すごい気が。Thank you.